TikTok。 なんでカメラつけてるの？あ、TikTok か。これあげようか。これをもらってしまったらね、もうチームグッチの一員だからね。グッチって書いてある。YouTuber だよ。これこの YouTuber の名刺がね、今ちょっと足りなくなって、この間選択しちゃってね、ちょっとなくなってきてるんで1枚だけ。お、君たちあれ、あ、もう動画撮ってんの？うん、あのあれだよ、使わないけど使ってほしい。使ってほしい。本当に？いやでもね、あの大人の許可がないとこれはね。俺なんか2回も YouTube 撮ったことあるよ。声はちょっと使うかもしれないよ、このお話しした声はね。顔出すとなかなか今まずいから。もしもし、チャンネル登録するか、なんちゅう人っけ。グッチ先生って言います。グッチ先生、グッチ先生で検索すれば出てきます。はいはい、チャンネル登録するって。ありがとうございます。許可が出ましたので。ごきげんよう。許可が出たので、それでは今日はごきげんようで、はい、編集してアップしますね。今は何時間しようか、つまようじ。グッチってあのあれにもあるよね、なんけ、うん、有名な人もいるけど、おじちゃんは有名じゃないグッチ先生ね。今グッチのシールもらったらもうグッチあったよって、なんかね、ヤニが来たんですけど。じゃあね、ヤニも入れて、もう一回写真撮ろうか。ヤニも入れて、わすげえ。わー、何これ。せーので、ほら、手前がね、ゴリラ、向こうがね、メイちゃんらしいんだけど、もうね、チームグッチの一員です。全部使った。ヤギのシールに、なんとヤギ全部ここに貼ってる。全部取った、おじちゃん。いやいや。あとは、あ、外れてる。うわ、あ、ほら貼った。うわ、で、ほら4つ。で、ちょっとおじちゃんや、他にもある。ちょっと待って、これ、え、これ、大丈夫？触って。全然。めいちゃんじゃない、こっちゴリラか。ゴリラ、よし。めいちゃんはメスなの？ゴリラはオスなの？夫婦なの？これこんなに小さいのに、あ、小さくても、でもこれ角あるもんな。え、これ以上大きくならないの？いや、なりますけど。なるよね。あら、見つけるよ、チャンピオン、ヤギのゴリラ。ヤギは？そこまではらんでいいわ。お、ヤギにはらんでいいわ。毛がついたし。でっかいヤギだ。角がまたすごいな。うわー、おーい。イエーイ。ちょっと。わっ、すごい。フラットライ。うわ、あれか。やい、やったら、いいよ、いい、やい。いや、こなんか探したてよ。おお、やるわ。おお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 、すごい。いいよ。今なんかいいね、かっこいいね。いいよ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 。もう十分なんじゃないか。まだ。まだ。今からの映画させるよ。今から。しないよ。怪我するなよ。ミューセコ。ヒーヤー、ヒーヤー、ヒーヤー。アリシャ、やったら、アリシャ。
が刺したり。先生それ何ハートマーク、うん、うわグッチ先生にハートマークがつきました、ありがとうございますグッチ先生お前たち幸せになれるぞえーし俺が一番幸せだ、ありがとうね、弁当ですか、うん、ねえ、たちがすごい違う、キャンプに少年が3人参加しますなんで参加するかというと、グッチ先生のことが好きになったからだよな、はいはいはい、よしお利口だね、お利口だよ僕全然打ち合わせはしていませんが、期待通りの返事が返ってきましたうわこのリュートラオっていう牛はこの人が持つ牛ですよ、うん、おーすごい、また来年来るから、そこ並んで写真撮ろう、お、そうだそうだそうだ、俺もこれ撮ってもらおう、おえい、これでもね、そうですか、はい、じゃあ充電できる、うん、はい、行きます、はい、はい、ありがとうございます、ちゃんとどうぞ、日本一と言わず世界一の牛飼いになるよ、お前たち期待してるからな、あと牛も大事だけど少しは勉強してるな、勉強できるとな、女の子にモテるお前たちはいい男だつの俺は分かったけどさ、お前たちの未来はね、どういう女と出会うかにかかってるからね、いい女を捕まえるためにはやっぱしね、ちょっと勉強してくれないとダメだぞ、勉強もしなさい、牛飼い一番大事だけどな、うん、ということでグッチ先生これにて、沖縄に向かいますが、また来ますから、はい、来年来るからまた相手して、はい、楽しかった、ありがとうね、はい、じゃあどうもありがとうございました、バイバイ、純真でとってもいい子供たちでした、絶対また来年も来よっと。